さんこんにちは、動画クリエイターのアキです。この動画ではインスタ 360X4 を使用した旅動画の撮影方法をご紹介します。今日は主に3メートル自撮り棒を使用した3つの撮影テクニックを紹介します。基本的なカメラの設定は 8K30 フレーム、 ISO100、 ホワイトバランス5500、撮影環境に合わせてシャッタースピードを設定します。1つ目はバーティカルライズです。自撮り棒を地面に対して垂直に持ち上げていくことで、ドローンが地面から徐々に上昇していくような映像を再現することができます。被写体を中心に撮影することでより良い映像になります。空に向かってリフレームを行うと、このようなエフェクトを得ることができます。撮影場所としては建物や木に囲まれた狭いスペースを選び、編集でわずかに回転キーフレームを加えるとよりダイナミックな映像に仕上がります。2つ目はセルフィーショットです。移動する乗り物から自撮り棒を伸ばして、できるだけカメラの位置を固定したままにします。 AI が自撮り棒を映像から完全に消してくれるので、あたかも第三者が撮影したかのような映像を一人で撮影することができます。カメラのアングルを変えることで、鳥の視点や平行、追い撮りなどの視点で撮影することもできます。できるだけ長く自撮り棒を伸ばすことで画像の湾曲を抑えることができます。3つ目はハイパーラプスです。自撮り棒を構えながら 1,2 分歩き続けます。ファイルをインスタ360スタジオで読み込んで、再生スピードは約6倍、360度から480度くらいの回転キーフレームを加えます。ここの人間マークのアイコンをクリックすると、モーションブラーの量を調節することができます。ハイパーラプスの延長として FPV ドローンのような映像に仕上げるためには、曲がり角で45度から60度の回転キーフレームを打ち、カメラが常に進行方向を向くような形でパンのキーフレームを調節します。それによっていつでもどこでも FPV ドローンのような映像を撮影することができます。今日の動画はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。